オスの花とメスの花がある。オスの花とメスの花がある。まるっきり違う。はい、オシベとメシベが一緒の花にあるわけじゃないんですか。これがメス。これがメスの花。うん、これメシベだけがあるってことですか。そういうこと。オスの花見て。オスの花。見比べて。全然違うでしょ。あ、オスメスがあるんだ。ほら。こう。見えるかな。あ、見えました。わかる。わかります。あ、オスの全然違うでしょ。真ん中に白いのが、うん、これがフラグ、うん、はい、こういう風にくっつけてやると、イソギンチャクみたいなのがしこってついて、そう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 、あ、それをメスの花をオスの花につけて、これが一つ一つみんなね、はい、あの実になるわけ。中でキウイフルーツの中心のところに黒い粒粒があるでしょ、はい、あれの元になるわけ。ここでこの花柱に花粉がくっつくと受粉するわけ、はい、そんでキウイフルーツの真ん中の芯のところにあの黒い種ができてるんだけど、その受粉した花粉の数だけその中に種ができるわけ。だからあのキウイフルーツ割って見てもらえばわかるけど、はい、白い筋の中心に白い筋があって、その周りに種が、黒い種がブツ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 っと、はい、で周りの花皮がグリーンで、外側の茶色い皮、へえ、うん、だから種の部分じゃなくて 実なんだよねあれね、結局。うん、ね、食べてるのは実で、種はあのゴマみたいにこう黒い粒で、そうそうそう、あれが種。へえ、うん、少ないのと多いの、そう言われてみればありますね。うん、うん、あるんですよ。だから受粉してちゃんと受粉がね、綺麗にいくと実も大きくなったり、うん、するんですよ。これはメスの花を取ってオスの花にくっつけてあげるっていう作業をするんですか。うん、今そういう作業なんだけど、はい、それを結局これじゃなくて、はい、うん、よいしょ、自分にもね、こっちこっち行って、こっち行って、はい、キウイ畑、柏木さんのキウイ畑。受粉にもね、いろんな受粉の仕方があって、人工受粉のね、はい、人工受粉、うん、人工受粉の仕方があって、あの石標地っていって赤い鉱物の粉、それを使ってやる受粉の仕方もあるんだよね。あの簡単な道具で言っちゃえば、まあこういう道具も使うんだけど、こういう道具じゃなくて、これはね、水受粉って言って、はい、水の中へ、あの今あのオスの花、はい、あれを取ってきて、でこういう、これはあの食紅が入ってるから赤いんだけど、はい、これ何のために赤くしてるかっていうと、受粉したのとしてないのとを見比べるために、目印に赤くするんですか。うん、食紅だから別に何の害もないから、はい、うん、そこら辺は大丈夫だと思うんだけど。あ、そうか、一気にお花が咲くわけじゃないから、そう、これ、そういうこと、これはやった、今受粉したので、うん、赤い色がついてるんですね。うん、でその向こうはまだやってないから、後ろの方、はいはい、これはまだやってないから、あ、これオスの花ですね。まだついてないですね。そういうことなの。へえ。でこれはまだね、6、7年、ミミズ受粉っていうやつは開発されてまだ6、7年。その前はね、はい、あのオスの花を取って脱穀機っていう機械にかけて、はい、なんていうんだろう、おしべの、おしべか、おしべだけを取って、はい、そんで解約機っていう機械の中に入れて保温して、このおしべですか、うん、メシベじゃなくて、メシベじゃなくておしべ、おしべを取って、うんうん、オスの花を取って、はい、で、はい、それを解約って、薬が、あの薬が開くと中から花粉が出てくるのね。あ、うん、はい、そんで解約機にかけて、そんでその後今度はあの精製機っていうのにかけて、はい、花粉だけを取り出して、そういうね、手間をまるまる1日ぐらいかけてやるわけ、やってたわけ、それまでは、はい、だけど今はこうやって
まあ、これから家に帰って見てもらえば分かるんだけど、はい、取ったオスの花を、まあ、そのまんまこの中へ6リッターなり10リッターなりの水の中で揉んで花粉を水の中へ出してるわけ。そんで出したやつを今度は精製じゃないけどこして、はい、でゴミっていうか大きいゴミが入らないようにして、そんでその後へこの食紅に入れて色をつけて、で今こうやって受粉作業をやってるわけ。ああ、それの中に入れて、うん、ここにお花、オスの花につけてあげる。メスの花、メスの花につけてあげる。こんな受粉させるって、うん、ほんと一つ一つお花に手作業なんですね。そう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 。でそれがかなりの確率で上手に受粉されるものなんですか？うん、私がこれ始めてね、もう、はい、何年になるかな、6年か7年目になるんだけど、はい、だいたい、失敗したっていう年はほとんどないと思う。へ、うん、大丈夫だと思う。ただあのね、花の開花が遅い花ほど、はい、玉がね伸びない、大きくならない確率が高いみたいで、早く咲いた花の方が大きくなる。へ、うん、今はじゃあ本当に一番大事な時、はい、うん、もうちょうどメスがね開花し始めて、はい、これしっかりここで受粉をしてやんないと、うん、大きい玉が取れないっていうか、なんて言うんだろうね、そういう時なのね。だからここ1週間がこの今年の豊穣の、はい、うん、勝負分かれ目分かれ目。一日一日やっぱり咲き出すんですもんね、うん、毎日見回って咲いたら受粉させて、で温度もあるし、でこれ雨降っちゃうとねできないんですよ。あ、ダメなんですか？みんな流れちゃうでしょ。あ、雨、まあ下を向いてるから、はい、下を向いてるから花見てもらえば分かるけど、みんな下を向いて花咲いてるでしょ、はい、だから少しぐらいの小雨なら大丈夫だけど、あんまりバシャバシャ降られちゃうと、はい、これ水だから一緒に流れちゃう、下手するとね、うん、だから雨降ったらあんまり豪雨だとできない。あ、うん、今日午後から雨だって言ってましたもんね。そうじゃあ今のうちに、うん、だから大至急、あ、お忙しいところに来てしまった。いやでもね、これをやるようになってから、はい、すごく楽になったんですよ、これでも。うんって、あ、詰まったな、詰まっちゃった。これをやるようになってからすごく楽になった。もう前は丸一日待たないとできなかったのが、あ、いくら咲いてても、うん、それが今はこれね、はい、まんまできるから。話が1時間もありゃ、あれ摘果はまた別のタイミングでやるんでしょ？うん、摘果はこの後だよね、うん、キウイが神奈川で取れるっていうのも去年かな。すごく最近。神奈川が一番早かったんですよ、キウイの、うん、栽培, 栽培 うん、そのものは。山北のね、何さんしたっけな、あの人、山北の人がね一番最初に日本でも初めて栽培を始めた。だから神奈川県は一番とにかく早い、うん、あ、うん、歴史があるんですよ。そうなんですね。北海道出身なんですけど、うん、でキウイっていうと海外から入ってきてるものっていうのがすごく普通だったんですよ、はいはい、うん、神奈川のキウイはどのあたりまで流通してるんですか？首都圏だよね。首都圏分けてもうちのっていうか私なんかのグループは、はい、生協へもともともう三十数年、はい、出荷し続けてるから生協がほとんど 主ですね。うん、ね、三好くんなんかもよく知ってるんだけど、直売でやってきたから今までこうやって農業を続けられたっていうとこですね。
で子供たちも4人一応育て上げられたし、これ直売がなかったら多分今頃農家やってないかもしれない。へー、うん、だこういう今この鉄火もあるの、三つ花って言ってね、花がね、うん、同じところから3つも4つも花が出てきちゃうのがあるんですよ。ああ、それをつまんで鉄火したり、うん、あんまりたくさん出ると大きくならないんですか、うん、そう、あの結局同じところから出てるっていうことは、うん、そこで競争しちゃうでしょ。そうするとどれもみんな大きくならないで、はい、うん、止まっちゃうから、うん、うん、なるべく減らしてやって。給油率もある程度こう、いわゆる一番根がいい大きさっていうのはキウイの場合は食べやすいもんね。やっぱり大きいのでないとダメだよ ね、うん、大きいものでないとね、お金にはならない。うん、今受粉して実がなるのはいつ頃ですか？秋、うん、収穫は11月。11月、うん、11月の10日前後ぐらいが収穫の開始。へえ、半年間かかるんですね。そうですね。で1年に1回しか収穫できないし、はあ、まあ果物類はね大抵、まあいちごは果物じゃねえのかな、野菜か。剪定とかあれでしょ、堆肥入れたりとかっていう作業、うん、冬場。いや、肥料は4月とあと追肥で、うん、夏場やるけど、あと剪定は夏季剪定って言って夏の剪定をやってやんないとつるがね絡んじゃってどうにもなんなくなっちゃうから。うん、かなり横に伸びていく木なんですね。うん、これつるがね、要するにこれは何したっけな、またたびまたたび、うん、あの猿なしっていうやつ。もともとはキウイフルーツって、はい、あの中国の野生の猿なし、要するにまたたびを、はい、あのニュージーランドの人が持って帰って、それで品種改良してそれでできた。へえ。だから元はあのアジア圏にあった、はい、そういうツル製のマタタビが元なの。へえ。だから猫なんかがもう喜んで食べるのよ、キウイを。あ、そうなんですか。ハクビシン、あれもそう、あれも猫科だからね、ハクビシン。あ、そうなんだ。大好き、キウイフルーツ。へえ。この辺にもいるんですか？いるいる。千葉木さんは主に果物を作ってる、ね、みかん、柑橘類、はい、から梅、キウイフルーツでしょ、はい、ブルーベリー、果物類はそんなもんかな。柑橘類って一括りにしちゃうけど、はい、僕はセミカン、ワセミカン、中手みかん、奥手みかん。奥手だって2種類あるしね。それから中盤柑類とか言うんだけど、はい、ポンカン、デコポン、清見オレンジ、ネーブルオレンジ、ゴールデンオレンジ、八作、甘夏、予感はもうないのか。予感はない、やめちゃった、うんうん、あれは難しい、この辺では、ね、そんなとこ、まあ、うん、そんなとこだ ね全部種類が違うから花の時期も違う、収穫の時期も全部違うんですよね。そうだね、花の時期はだいたい似たり寄ったりだけど、柑橘類は、はい、だけど熟す時期がやっぱりずれるのね、どうしてもね、ずれてくれないとね、うん、ずれてちょうどいいんだよね。そうですよね。仕事が バランス取れるから。だからね、ブルーベリーも始めたはいいんだけど、息子がうちに入るつもりで始めたんだけどさ、
息子なかなか家に入れられなくて、息子に給料払える見込みが立たなくてさ、息子さんも農業を続く、この継いで続ける、やる気はあるみたいだけどね、はい、要するにほらお給料を払えなきゃさ、うん、結婚なりなんなりそういうことになった時に自分たちの生活が成り立たないじゃない、うん、お給料払ってあげなきゃ、たとえ10万でも15万でも、うん、まあ住むところや、ね、食べるものはあるにしても、ただそれだけじゃね生活できないから、うん、はい、うん、だからそんなこと考えるとね、なかなか打ち入れられなくてさ、頭ひねってるんだけど、うん、でそれだけじゃなくて結局何、 暇なしっていうの、年がら年中もう仕事に追っかけ回されてさ、毎月収入があるように考えたはいいんだけどさ、ほんだその分仕事もしなきゃいけないから、なかなか。柏木さんはどのぐらい農業されてるんですか？経営面積は2兆5単ぐらい。2兆5単。2兆5単に、2兆5単っていうと250R。250R。あと田んぼが約5単ばかしあるから、はい、250っていうとね、どう言ったらいいんだろう。10R が300坪。10R が300坪、うん、それの25個。そう。それが25個。だから36000、7500坪か。7500坪、総数で言うとどこかこうバラバラにいろんなところにあるっていうことですか？だからこのキウイフルーツとその梅は一緒なんだけど、はい、ここで約一旦8000ぐらい、一旦8000、うん、それの何倍、この10倍で180R だからね。180R だから10倍、15倍、うん、20倍近いよね。20倍近いですね、うん、へえ。まあ山の畑が多いからさ、はい、傾斜地っていうの、登って作業して降りてっていう。そうだね、うん、そういうことですね。仕事は結構やっぱりね、三好君なんかもみかん畑行って収穫作業なんかも手伝ってもらってるからね、はい、知ってるけど結構きついですよ、うん、だから若い人が、ね、農業 やりたがらないのも無理はないと思うんだけどさ、うん、ただ農業で食べていけるような何仕組みを考えていかないとね、そうですね、いけないのかなって今三好くんなんかと話してるんだけどさ、はい、だから三好くんなんかがこうやってうちの、ね、果物なりあるいは他の人の野菜なり売って歩いてくれてるっていうのはね、非常にありがたいんですよ、うん、かなりの収入のパーセンテージを占めてるのよね。そうですか、三好くんの直売いや本当に何年ぐらい続けられてるんですか？いや、三好君とはまだそんな。いや、柏木さん自身の。ああ、だって二十歳の年から入ってるから、ああもう38年。38年。うん。その前はの先祖というかお父さん、ああお母さん。私で6代目。6代目。6代目。うん。まあうちの本家が隣の畑、はい、うちの本家だけどね。本家から分けてもらって江戸時代の末期に分家されてる。で、一番最初のご先祖さんは、はい、本田さんっていううちと、うちの柏木っていう本家からの娘だよ、ったな、娘が小田原城の奥女中してた人だっていう話は聞いたことあるよね。その人をと本田っていううちの婿さんを、はい、一緒にさせてうちの一番最初あるんだっていう話だから、うちの本家の畑のだいたい周り
隣近所にうちの自分家の畑もある、うん、ここなんかもそうなんだけど、はい、周りぐるぐるっと本家の畑、だから 本家で分家するにあたって本家 の、はい、あの一部の土地を分けて、うん、くれたっていう、本当に分家したっていう形なんだよね。へえ、六代目ってすごい歴史代々、ね、続いてるんですね。割りながら話する？いや、そろそろ次に移動しましょう。移動する、うん、はい、また、はい、キウイが鳴るところも見てみたいのでぜひ。柏木さん家はね、柏木さん家単独で、はい、ブルーベリーの時とかみかんの時とか、はい、ここぞって時にぜひ時間作れたら ね、はい、いつもジャムもブルーベリージャムとかいろいろいただいてます。ああ、はいはいはい、今も昨日も作ってたのよ。あ、そうなんですか、うん、ブルーベリーの時はちょっとあの汗かくつもりで体力勝負になるけど大変だ、はい、私も摘み取るあの時期は、うん、暑さとの戦いだよね、ブルーベリーの収穫。ブルーベリーはいつ頃ですか？8月に入ればもういつでもできると思いますよ。2ヶ月後に来ます、うん、今ちょうど花が咲き終わるかどうかぐらいの時期かな。あ、ブルーベリーの花も今この時期なんですね、うん、よかったら三好君に連れてってもらえる、はい、畑知ってるから、はい、行ってみます。ちょうど花が咲いてるかもしれない、ブルーベリーの。今日ね、中井から越えてきたの。おう、中井から越えてきて、あそこ通れるかなと思ったら道間違えて違うとこ行っちゃった。あらら、柏木さん、どうもありがとうございました。ああ、いいよね、そんなもんです。